いや、2階でしょ、それ。実家の。こんにちは。そこで俺、中学受験の合格発表見てね。そこで。結構右の方にパソコンあってね、奥の方に。そうなんですよね。あ、そうそうそう、あそこに、そうそうそう。せーの、シャーイというわけでね、遠隔での初めての秋夫との企画始まりました。久しぶりだわ。久しぶりだわ、秋夫。それ久しぶりじゃない？遠隔ワークスタートしたのと同時に、ジムも休業になっちゃって。確かに。もう家でトレーニングすることが、やっぱ多くなる。なるよね。だから。今だから、自分の家にあるものを使って、まあ誰でもあるものを使いながら。いいね、いいね、いいね。誰もが持ってるものを使って、家でトレーニングできますよという企画だ。そうそうそう。いいね。そういうのちょっと特化したいなと思って。いいね。お願いします。やるよ。やるよ。やるよ。何？まず何やんの？俺やっぱでも、やっぱ腕立て好きだから。やっぱね。胸鍛えちゃうからね、秋葉はすぐ。好きなんだよ。腕回んないからね、胸鍛えすぎて。届かないんだよ。届かないからね。ゴーリーなのに。打つのは大体3種目ぐらいやってるかな。オッケー。じゃあちょっと紹介してよ。Okay、よくせやさんが、たまにやってる。腕つきながら飛んで。こうやってやるやつだ。あ、そうそうそう。高く飛んでね。高く飛んだ方が、着地の時とか負荷かかるもんね。そうそうそう。だからできる限り、こう。確かに。自重なのに負荷かけるっていいな。そうそうそう。ちょっとやってみて。じゃあ行くわ。OK。全然できてないじゃん。いや、マジで、ちょっと待って。おー、いいよ、いいよ。ええもう一回やって。飛びすぎ、飛びすぎ。腰の位置、あれちょっと待って。腰の位置おかしくない？いや、膝ついてるやん。膝ついてるわ。騙されたわ。高すぎだからね。高すぎ。いやいや、これね、誰にもできるだから。あ、いやいや、膝何あえてついてたの？そう、女性にも。うるせえよ、絶対嘘。あばよくばカメラアングルで隠れると思ってたでしょ。ちょっとバレたの？バレた。腕の位置バレると思う。今日腕立て以外なんかやってないの？他ね、他は、下半身やってるわ。おー、家で？家でやってる。すごい、どうやってやんの？今基本はスクワットやってて、自重だけだとね、なかなか負荷かかんないから、あれなんだけど、まあ家にある。あ、これも誰でも家にでもあるものでできると。そう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 。いいじゃん、いいじゃん。重いものを扱いながら負荷かけていくっていう。なるほど、なるほどね。紹介してよ。いや、ちょっと待って、紹介するわ。あ、この部屋にはないんだ。この部屋にはない。ちょっと紹介しちゃっていい？紹介して。俺、多分、みんな家にあると思うんだけど。いやいや、パチンコ台ね。ないから。ないわ。持ってんの俺、秋しか見たことないし。普通にちゃんと打てる。あれも真似できないじゃん、それ。待って、スクワットすんの。ほんと、重いのよ。そうそう、全部。ほんとに。これを使いながら結構さ。ほんと、よく紹介しようと思ったね、それ。ちょっと、一回見て。オッケー、とりあえず見るわ。一回見て、やっぱ、そういうので使えるんだなと思ったら買ってもらえる。買わないでしょ、絶対。で、どこで言ってんの、それ。ちょっとやってみるわ。ちょっと待ってね。うわ、これ本当重いよ。ほら。すごいわ。ちょっと、なんも言えないわ。ね、こう、弾って、回数重ねて、バランス崩れると、弾出ちゃうもんね。自分が、バランス崩れてるなっていう、いいので。分かるわけね。言いたいことは、家でも工夫すればトレーニングできるよっていうことよ。よし、じゃあ、閉めますか。家でも皆さん、一緒にトレーニング頑張っていきましょう。せーの。シャーン